はいはいはい、皆さんこんにちは、ガミです。はい、僕は今ですね、成田空港に来ているということなんですが、まあ、これからね飛行機に乗るわけじゃなくて、またいつも通りね、電車に乗るわけなんですけども今日はね何の電車に乗るかっていうと、あのね京急線のね長距離列車に今回乗りたいということでね、来たわけなんですけども、16時4分発の、成田空港発三崎口行きっていう、もうめちゃくちゃ長い距離を走る、列車があるということなので、今回はねそれに乗っていきたいと思います。じゃあ恒例の、成田空港駅で乗車券を買いたいと思うんですが、さあどこまで買えるんだろう。まあ多分ね三崎口までは買えないと思うんで、まあその辺もちょっと気になりますよね。はい、でこれがね成田空港駅の運賃表なんですが、今ねここにいるということでね、じゃあこの運賃表がどこまで載ってるかっていうと、まあずらっと、もちろん京成線はね上野とか押上まで載ってるんですが、これ見てください、右側にねなんとねこれ都営地下鉄の運賃表と、あとね京急線も載ってるんですよね。でなんとねちゃんとね三崎口載ってるんですよね。2310円かかるということでね、運賃表に載ってるってことはこれ三崎口まで買えるのか、もしかしたら。ちょっと見てみようか。これどうなってんだ。成田スカイアクセス券、なんだこれ、あれなんだ、勝手に反応した、取り消し。スカイアクセス線経由の京急線ってあるな。あ、本当だ、買えるんだ。三崎口までが2310円なんで、じゃあめっちゃ高い2310円の切符をね買いたいと思います。すごいな、三崎口まで1枚で買えるんだ、やべえな。すごい、これもう2000円の2310円の価値がある乗車券ですよ。いやすげえ、こんな乗車券なんだ。はあ、じゃあね乗る前に時刻表をねちょっと見ていきたいと思います。さあこれが、北総線の時刻表ということなんですが、この西っていうのが西馬込行きで、あと羽田空港行きとかがほとんどで、この無印は上野行きなんですけども、1本だけこうやって三崎口行きがあるんですよね。すごいな。じゃあ三崎口がどれぐらい遠いかっていうのをね、路線図でちょっと見ていきましょうか。今、まあ、もちろん成田空港にいるわけなんですが、ここからねこのスカイアクセス線っていうのを経由して、ひたすらずっと北総線を経由して、でこの間僕が動画で撮った高砂を経由して、そこからなんだ京成の押上線っていうのを通って押上まで行くと、押上からは都営の浅草線になって、で泉岳寺まで、で泉岳寺からは今度京急線になって、ここからもひたすらずっと神奈川県内をずっと走って、で横浜でこれ折り返して、あの路線図上では折り返して、ね、ずっと行ってどこまで行くかっていうと、ずっとここまで三崎口まで行くということでね、もう本当にもうね果てしなく遠いですよね。電車がいましたね。成田空港発三崎口行きは京急の車両なんですね。じゃあこの車両に多分3時間ぐらいかな、お世話になるということでね。じゃあ乗っていきたいと思います。お、いいね、この電車全面展望あんの。あ、いいね、マジか。しかも誰も乗ってねえ。あ、でもここでずっと3時間過ごそうかな。いいね。
京急久里浜でこれ3分ぐらい止まるっていうことで、ね、気分転換に外に出てみたわけなんですが、まあ、まだあと20分ぐらいあるんですけどね、頑張って乗っていきたいと思います。まもなく三崎口終点三崎口です。京急をご利用くださいましてありがとうございました。車内にお忘れ物お出し物なさいませんようご注意ください。降り口は右側です。着いたっていうことでね、成田空港からまあ大体3時間ぐらい乗ってたのかな。まあそれで終点の三崎口駅に到着ということでね、まあ多分ね、僕以外にこれ乗り通す人なんてほとんどいないとは思うんですけど、まあ注意することとしては、まあこの電車トイレがついてないから、成田空港から三崎口まで3時間トイレないということでね、もしも万が一これに乗り通す予定がある人はね、事前にトイレに行っておいた方がいいぜってことでね、この動画はここで終わりにします。じゃあご視聴ありがとうございました。